本当だ。夜ワクワクするね。いいね夜。ねえ。夜涼しいし。涼しいしね。いい。なんかさ、やっぱこの辺の宿に泊まってる人がパッて出てきてさ、ね、ちょっと温泉街っぽい。そう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 。ちょっと温泉街っぽいよね。こういうなんかあの風情があっていいね。風情がある。温泉街っぽい。楽しい。ここに住んでる人は本当に幸せだね。のんびりしてね。ころ。ここにあった、あれ持ってきた？どれ？これ。携帯？違う違う、これはめるやつ。はめるやつ？うん。にぎわってる、ね、これいいよね。うん、良い。よいしょ。これたこのここら辺の人優しいね。優しい優しい ね, ね。めっちゃわかメニュー分かんなかったから教えに来てくれるし、お客さんが、ね、なんだろうこれ。なんだろう、なんかおすすめされたやつ。おすすめされたからね。美味しそうだよ、なんか。美味しそう。すごい。うわ、豚の角煮みたいだね。ねえ、このまま行こう。こまい。一口。トマトとパイナップルのソースで煮込んだ豚の角煮。わかりやすい。フルーティーな豚の角煮。ご飯と合いますよこれ。すぐだってボロッと崩れるもん。めっちゃうまいやん、うん、これご飯が進むわ、うん、わー具がゴロゴロ入ってるもん。ほらこれはなんだろう、なんかシーバスなんだっけ、うん、なんかわかんない、シーフード。めっちゃうまい。なんだろう。おいしい。ハーブ、うん、ちょっと辛い。いや、辛くない、酸っぱい。ちょっと酸っぱくて。あ、うまい。ハーブ効いてて、うまい、これはうまいね。これうまいわ。魚の出汁がすっかり出てて、すっごいおいしい。カニが入ってるんだよ、カニが入ってるんだよ、うん。チャンタナブリーパッタイ、パッタイチャンみたいな。パッタイチャン、チャンパってわかんない。パッタイチャン、これカニ、カニだと思う。海のカニじゃない、この辺だったら。本当だ。カニうまい。バイバイね。こちらのホテルおしゃれだね。夜ひときわ綺麗だね。ね、おうちバルコニーがあって可愛いね。うん。京都みたい。石畳で。なんか一杯飲んでくる。うん。気になるでしょこれ。うん、なんかね、
車で20分ぐらいなのかな、あれ20キロかな、20分か忘れちゃったけど、なんかそんな風に見た気がする。森の中、なんか国立公園の中にあるって。そうなんだ、うん、面白そうだね。面白そう、ね、なんか気持ちいいな、ヌードルセット美味しそう。ね。ね。これなんだろう。ソイミルクすごいよ。こっちが気になる、すごい。ね、美味しそうだね。うん、多分マプラン、ココナッツ。ココナッツ。あ、何ちゅうのよこれ。何この中国のやつ。なんか丸まった麺だよね。ね。美味しい。ロール。朝にちょうどいい。何、洋食？ね、目玉焼きと。美味しそう。ラピュタ飯じゃん。ラピュタ飯。美味しそう。伝説のラピュタ飯じゃん。目玉焼きあるとこれやっちゃう。本件。本件。これ。なんか上香ばしい。ニンニク？そう、多分ね、試食しただけニンニクっぽい感じだった昨日。どういうこと？ご飯。豆の儲けんでしょ。うん、美味しい。プティング、プリンみたい。うん、プリンっていうかプティングって感じだね。でもいろいろ儲けあったじゃん。いろんな種類あったね。卵の儲けんとか、ね、なんかこの儲けんだけめっちゃ余ってたけど、余ってた。でもこれ美味しいよね、うん、もっと美味しいのかな他の。今ホテルがここで、うん、でここまで行って、ここソンテウ、ソンテウ、ナンプーマーケット、うん、ナンプーマーケットでソンテウ、ソンテウ、ね、朝涼しくていいね、涼しくていい、ね、あ、じゃあ昨日の猫で猫の顔洗ってた俺さ。あ、ナンプタプリウ、あ、あ、あ、コプンカコプンカヤクジャパイナムトプリウナムトプリウ、もやしのとるワクワクだね、出発だね、楽しみ、ネイチャーが見たい、ネイチャーが見たいね、ネイチャーが見たい、コンタンプラティアでしょ、うん、200バーツ、うん、さっきのお金クーターはいか、さあえ、魚やばくない？めっちゃ魚いるね、うん、魚全然逃げない。おお、あ、こっちか、こっち、あ、うん、こっちとか道間違えた、ネイチャートレイルだって、結構さ、これハイキングコースにもなってるのね、こうやって、うん、あ、すごい、まあ、おる、なんか寄ってくるよ、餌がもらえると思ってる。本当だ、俺らさ、寄ってきた、みんな、ね、みんな来たね、餌だと思ってんね。あ、昨日のサジカ、めっちゃ泳いでる。ファイナー。ファイナー。いやいや、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 い
前よりちょっと生まさか会うとは、まさか会うとは。あのバナナくれた お母さんの子供、ね、何なんだろうこれ。ピラミッドじゃない、ピラミッドにしか見えないけど。あ、そうですか。さっきあの OK。 おじさんかわいいね。あのバナナくれたおばさんの夫だよね、旦那さん。いいね。水が綺麗じゃない？めっちゃ綺麗、めっちゃ羨ましい。泳ぎて。もう何も考えずに入りたい。めっちゃ気持ちいいよこれ。羨ましいね。羨ましい。本当に水着持ってくればよかった。え、魚が来て、小魚がさ、うん、足を食べてる。角質じゃん。角質食べてる小魚が。そう、私の足汚いのかな。汚いや。虫食べてる。え、めっちゃ食べてる。足なくなる。すっごい食べてくるよ。ドクターフィッシュと同じやん。ねえ。じゃあ。ね、お客さんが楽しかった。めっちゃいい街。